こんばんは。今日はこちらの食材を使った豚バラとトウミョウの中華和えに挑戦していきます。まずトウミョウを切っていきます。豚のバラ肉を入れていきます。別のお鍋でトウミョウを少し茹でます。はい、茹で終わった豚バラ肉とトウミョウをボウルに移したら、まずごま油を入れます。鶏ガラスープの素を入れます。最後にお醤油を入れます。よく混ぜます。はい、北川博之特製豚バラとトウミョウの中華和えの完成です。美味しそう。はい、豚バラと豆苗の中華和え完成しました。早速いただいてみたいと思います。なんかすごい美味しそうな予感。いただきます。美味しいね。成功です。これは美味しいな。